視聴率低迷に苦しむフジテレビ、昨年の平均視聴率は TBS に抜かれて、4位までダウン、4年から7年連続、視聴率3冠に輝いたのが嘘のような転落ぶりだ。そんなフジテレビが、復活の鍵として頼るのがうっちゃんなんちゃん。今年の夏の目玉番組、27時間テレビの総合司会はうっちゃんなんちゃんで内定したと聞いています。昨年秋の改編でスタートした、内村さんの、優しい人なら解ける、クイズ優しいね、は苦戦しているものの、世界の果てまで行ってきゅう、など出演番組が好調、南原さんも、ヒルナンデス、が人気で、主婦層からの支持も高いですからね。しかし、内村は、クイズ優しいね、のほか、痛快テレビスカットジャパン、とフジテレビで2本番組を持っているものの、南原はなし、フジの顔として、27時間テレビ、の総合司会をコンビで務めるのは少々違和感が、雲南の所属事務所もそれを懸念していた。その旨をフジに伝えたところ、春の改編で南原 MC の番組がスタートすることになったとか、有吉弘行の冠番組、おい、弘行村が3月で終わり、その後番組として始まるみたいです。